い、ひざりか、こうか。昨日ですね、マーブンクローンセンターの4階で、SIM カードを見に行ったんですが、一番最初に見に行ったお店がセブンという名前の、SIM カード屋さん、お店でした。でその先に、少し歩くとですね、このお店がありまして、そこでもらったパンフレットなんですが、いろんな SIM カードが売っていました。トゥルーだけでも3種類あります。まず紹介していきます。左側から、ファストマックススピード 80GB で、その次にこの黄色の、マックススピードで、真ん中の赤色が 10Mbps アンリミテッドで、4番目のこの青いのが DTAC でアンリミテッドで、5番目のこの黄緑色が、デジタルモードというふうになっています。はい、ちょっとこんな感じです。ではですね、まずトゥルーから見ていこうと思います。一番上が金額です。80GB のこのファストマックススピード、これが、1350バーツで12ヶ月、利用期間12ヶ月で、スピードが 300Mbps で、容量が 80GB で、電話代が、トゥルーにかける場合は無料です。でその他の電話会社にかける場合、タイの電話会社にかける場合は1バーツということです。トゥルー ID フリー、トゥルー Wi-Fi フリーということで、デパートとかに入られた時に、Wi-Fi でトゥルーの電波が飛んでいればですね、そこにつなげていくこともでき、それが無料ということです。2番目のトゥルーのこのマックススピードというのを見てみます。はい、1550Hz 12ヶ月使えます。でスピードは先ほどと同じく 300Mbps 60GB で無料で、電話も無料、電話どの会社でも無料みたいですね。その分、200Hz、高くなってるみたいです。はい、じゃあ3番目に、これを探しに行った SIM カードなんですが、10Mbps アンリミテッド使い放題1年間です。これが 1890Hz 12ヶ月使えて、スピードが 10Mbps、まあ、LINE とか Facebook 使う分には全然問題ない、スピードだと思います。はい、で容量が 無制限、電話代金がトゥルーにかける分には無料、その他の電話会社、タイの電話会社にかけるには1分1バーツ、トゥルー ID 無料、トゥルー Wi-Fi 無料ということです。はい、で次にですね、DTAC 行きます。1年間で1490バーツ、12ヶ月使えます。10Mbps、アンリミテッドフリー。で、電話が他社にかける場合は 0.99Hz 1分間あたりです。はい、で最後に AIS 1650Hz 12ヶ月 10Mbps、 ここのアンリミテッドに関してはこの3社ともスピードは一緒ですね。で金額は違います。で電話代金も DTAC が若干安いで、まあフリーが使えるということで、で DTAC が一番安い 1490Hz で、AIS が 1650Hz
で、トゥルーが 1890Hz ということで、これ一番最高に速いやつも使ってみたい気がするの で僕電話はあの Wi-Fi ルーターに入れるので使いませんので、最初はこの1年間の興味あったんですが、この 80GB のこれ 1350W、 これ使ってみたいなと思います。でですね、まあ、中には昨日も動画の中でお知らせしましたように、まあ、1年間もタイにいないので旅行で行くだけだからということで、こういうパッケージ必要ないという方も中にはいらっしゃると思います。その場合はあの、まあ、各社、まあ、AIS、トゥルー、IIS、DTAC、トゥルーっていろいろあるんですが、普通の SIM カードを買ってそれにパッケージ、1週間なり1ヶ月なりの、ポケ、Wi-Fi のですねパッケージを入れて、で、タイに来ないときは料金発生しない、使わないという状態で、利用することももちろん可能ですので、もし何かあれば、ご相談いただければと思います。はい、ここはなんでここだけめちゃくちゃ値段が安いのかっていうのがわからないんですが、他のお店に比べてかなり値段は安いと思います。はい、それではですね、ご参考までによろしくお願いいたします。よろしければあのチャンネル登録も合わせてお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。場所に関しましては今週もしくは来週またマーブンクローンに行きますので、その時に撮影の方をしてですね、しっかり場所の確認できるようにしておきます。よろしくお願いいたします。